ナターリア・キリロブナ・ナルイシキナは、第二代モスクワ大公兼ツァーリの、アレクセイ・ミハイロビチの二番目の公妃。キリル・ポレクトビチ・ナルイシキンの娘、母は、アンナル・ルボブナ・レオンティエば、ピョートル一世の母妃で接生。ツァーリア・アレクセイの重心で、西欧事情に通じる大貴族、アルタモン・マトベイエフの幼女として育った。マトベイ・エフの開いた、晩餐会に招かれたアレクセイが、 そこで給仕する娘が清楚で、理知的であることに、心惹かれたため、事情を聞くと、マトベイエフが親代わりに引き取って育てた娘であると、言う。ツアーリは、では、私が、あの娘に良い婿を見つけてあげようと約束し、数日後、マトベイエフを宮廷に呼んだ。その婿とは、ツアーリ自身であった。こうして、1671年、アレクセイの再婚相手に選ばれた。 当時、アレクセイには亡き最初の妻マリア・ミロスラフスカヤとの間に二人のミコが残っていたが、いずれも病弱なため、四次候補をさらに設ける必要があった。ナタリアは、期待に応え、翌六百七十二年に健康なミコ、ピョートルを出産した。六百七十六年、アレクセイの崩御で繊細のコヒョードル三世が即位、したが、新ンツァーリを要するミロスラフスキー派と、 ピョートルを要するナルイ資金派との確執は深まっていった。1682年4月ヒョードルが死ぬと、障害のある同母帝イヴァンは寄避され、イ母帝である10歳のピョートル一世が後を継いだ。母ナターリアが摂政となり、養父マトベエフのル罪を解いて、顧問とした。しかし、同年5月に、重兵隊の反乱が発生し、ナターリアの摂政政府は崩壊した。 彼女の二人の兄弟とマトベエフは殺され、ジップ・キリルは修道院へ入った。この機に乗じて政権を奪回したミロラフスキー派は13歳のイヴァン五世をツァーリとし、ピョートルはその共同統治者に格下げされた。イヴァンの姉ソフィアが新たに摂政政府を組織した。実権を失ったナターリアは二人の子供を連れて、モスクワ近郊のプレオブラジェンスコエにある夏の離宮に、 教を構えた生活は経済的に苦しく、支持者であったモスクワ総主教ヨアキムなど、政教会の有力者からの援助を受けていたという。1689年ソフィアが失脚し、ピョートルが新たな統治者として、クレムリンに迎えられた。ナタリアはこれによって、実権を回復し、外務長官に任じた兄弟レフナルイ資金ともに国政を運営した。また、 総主教ヨアキムも新政府に協力したが、ヨアキムは1690年に死去した。ピョートルは公認に、海外渡航経験を持ち数カ国語を操る、プスコフ主教マルケルス王をしたが、ナタリアは、宮廷内の支球派と結んで顔命な火山主教、アドリアンを総主教とした。ナタリアは1694年2月に2日間床に、伏した直後に休止し、 ピョートルが申請を開始した、重兵隊の反乱、ありがとうございます。